でだいぶ敵の注目が集まってる。そのまま陽動よろしく。暴れ回って敵の注意を引いてくれ。みんなは作戦通りに。ジョーカーが踏ん張ってる間に頼んだ。了解、サーチライトは任せとけ。俺たちはハッキングの作業だ。ええ、まずはゲート周辺の安全を確保しましょう。いいぞ、切って切って切りまくれ。敵の目はジョーカーに釘付けだ。いい感じ、そのまま続けて。あのパスを一人で。さすがはジョーカーだ。スカルじゃこうはいかないね。何がデジャブか。敵が集まってきた。やっちゃえ、ジョーカー。カルゲ招待アルセール食らえ。続いてこの1ヶ月で発生した類似事件の報告です。はじめに財務省の吉川事務次官、ご存知の通り国会答弁中に突如表現し公文書の改ざんを告白しました。次に札幌中央市議会議員3名、本会議中に自ら汚職を告白して辞職。次、有名小説家の S 氏、突然の断筆会見を開き芥山賞を辞退、自らの作品をダサ作だと号泣発表、出版を拒否。続いて民放の看板キャスター、生放送中に出演者に愛を告白、振られる。そして最後、警察庁刑事局長が突如全裸になり省内を走り回って逮捕。何かおかしいかね、長谷川警部補。
いや、すみません。これらの多くは一部を除いて単なる珍事件として扱われていますが、いずれの事件も人格の急激な表変が認められます。先に挙げた対象者は全て表変する前までは精神に異常などは認められていません。つまり外的な要因がなければ考えづらい精神錯乱による異常行動です。精神錯乱？ただの偶然じゃないのか？誰かが人の心を操作してるとでも？先ほどの事件はあくまで一例で、全国的に類似事件が多発している状況です。やはり心の回答団。静粛に進行を続けたまえ。ありがとうございます、鏑木管理官。先ほどご意見が出たように、当該事件は半年前まで世間を騒がせていた事件、心の回答団による会心事件の疑いがあると上層部は判断しております。の、しかし脈絡がなさすぎるんじゃないか？無差別にやってるようにも思える。動機も推測できんだろう。まるで愉快犯だ。以上の件を諸君に調べてもらいたい。なるだけ早くな。私が諸君に求めることは2つ。1つは本件を立件するのに十分な証拠を抑えること。2つ目はそれを短期間で行うこと。なぜかわからんが、上はこの件にご就寝だ。我々は結果を出さねばなら。容疑者は回答団のリーダー。改めてこの男を徹底的に調べ上げろ。回答団ね。こっちの電車に乗るのも久しぶりだな。あるんだからな。お、着いたみたいだぜ。なあなあ、
せーの、おかえり。おほダウンよ、驚いたか。会いたかったぞ。久しぶりだな。少し背伸びた？元気そうでよかった。モルガナもね。にゃっさー、外は暑くなかった？マスターのコーヒーが冷えてる。なんでお前がトカゲなんだよ。お腹すいたなら俺が喜びじゃん。サプライズ大成功だね。まったくお前ら、憎いことしてくれるじゃねえか。久々に会えるってのに、何もなしじゃつまんねえだろ。だからマスターに頼んで開店前に入れてもらったんだよ。元気そうじゃねえか。そうだな、数ヶ月前のはずが、ずいぶん経ったような気がしやがる。つもろい話もあるだろうが、そろそろ店開けるからよ。続きは上でやりな。お前の部屋だ。好きに使え。はいよ。その代わり、後で店手伝えよ。よし、じゃあ全員アジトに集合。騒がしいのが帰ってきやがった。笑いどこじゃねえよ。やっぱ龍二は期待裏切らねえな。変わんねえな。この間の期末も赤点3つ取っちまってさ、マジで焦ったぜ。危うく補習で来らんなくなるとこだったわ。勝った。私1個しかなかったし。まったく相変わらずね。少しは真面目に授業を受けたら。お、生徒会長の鉄拳制裁来る？もうそれいい加減忘れて。大学ってやつは楽しいのか？ええ、充実してるわ。今のうちに基礎を固めないと。私も忙しいけど楽しいかな。野菜の品種改良の勉強したり。ほう、それはうまいのか。食いつくの早えな。てか春の学部は経営とかそっち方面じゃないのか？そうなんだけど、興味があれば他の学部の授業も受けられるようになってるの。農学の授業があってね、収穫量と土壌の栄養素の関係とか。うげ、我が輩すぐ寝ちまいそうだ。双葉は学校はどう？ふん、余裕だ。満員電車と体育以外はだいぶ慣れたぞ。もっと褒めてくれていいぞ。で、肝心のお前は地元でうまくやれてんのか？よかった、あなたはどこでもうまくやれそうだものね。まあ俺もそれなりにはやってんだけどさ、やっぱお前がいねえとピリッとしねえっつーか。そりゃ当然、私たちのリーダーだからな。だね。怪盗団魂は永遠ってやつな。それで夏休みはどう過ごすの？今日予定を決めるのよね。そうそう、それ決めなきゃ。夏休みの間はずっとこっちにいられるんだよね。やっぱ旅行じゃね？1ヶ月遊び放題なわけじゃん。あのね、宿題の存在とか忘れてない？それにみんなは高3でしょ？卒業とか進路のことだって。言わないで！分かってるから！今だけは忘れさせて！相変わらずだな、リュウジは。話を戻すが、旅行なら京都がいい。寺社仏閣を回り、ひたすらスケッチに勤しむ。一月あれば、どれだけの芸術に出会えるか。歴史と伝統ある文化財が、俺を呼んでいる。
芸術系なら私はパス、あんま興味ない。てかさ、旅行もいいけど、まずは近場でキャンプとかしてみない？昼は自然の中で思いっきり遊んで、夜はバーベキューとか。バーベキューにキャンプ？リア充限定イベと呼ばれるあれか。楽しそう。焚き火するなら薪割りは私に任せてね。ケーキ漬けにバーベキューで肉祭り、ありだな。どうよ。赤身のいいとこ頼むぜ。なんたって我が輩はグルメだからな。夏らしくていいわね。健康も考えて野菜は多めにね。バーベキューとなれば黙っておれ。歴史と伝統に触れるのはその後でいい。芸術より食い気か。それでいいのか、お稲荷。じゃあ再開祝いの第一弾は全会一致によりキャンプに決定。そうと決まれば。エマ、キャンプにいるもの教えて。キャンプに必要なものをリストアップしました。渋谷705近くに専門店があります。そこでの購入をおすすめします。お？なんだ今の。コンシェルジュアプリのエマだ。知らないのか？あ、聞いたことある。何でも教えてくれてすごく便利なんだよね。確か愛で動いてるってやつだろ。愛じゃなくて AI、 人工知能だよね。アーティフィシャルインテリジェンスの略な。あらゆる情報の検索からナビゲーション、スケジュール管理、果てはお悩み相談まで、聞きたいことを音声入力するだけで最適な答えを用意してくれるのが売りだ。テレビでも特集されてたわね。すごく優秀だから急速に普及したって。そうそう、なかなかよくできてる。リュウジの1万倍は賢い。うっせ。でもまあちょっと興味あったんだよな。うまいラーメン屋とか教えてくれそうじゃん。よかったらみんな入れてみろ。いろいろ便利だぞ。もしかしたら遊びに出かけた先で困った時使えるかもしれないわね。面白そうじゃねえか。お前も使ってみたらどうだ。はじめまして、エマです。あなたに会えて嬉しいです。あなたの名前を入力してください。ようこそ。私はエマ、あなたをサポートするコンシェルジュです。お、起動できたみたいだな。みんな友達申請しといたから、とりあえず承認よろしく。おすすめキャンプグッズと出てるな。これをそのエマが用意したのか。結構優れもんだろ。しかもただ選んでるだけじゃない。季節とか天候、個人のプロフィールや位置情報も参照して最適なものを考えて表示してる。マジかよ、愛すげえわ。だから AI ね。じゃあこのリストにあるものを手分けして買いに行かないとね。つっても明日でよくね。外クソ暑いし、移動でこいつも疲れてんだろ。せっかく集まったんだし、今日は久しぶりのアジトで食べろうぜ。ああ、話したいことはいくらでもある。特に近代芸術における問題点とその新たな可能性についてだが。おう、却下で。カレーまでご馳走になっちゃって。気にすることはねえよ。再会を祝してってやつだ。それにまたこいつが世話になるからな。よろしく頼むわ。こちらこそです。またお邪魔します。じゃあまた明日な。なんつーか、久しぶりに話せてよかったわ。
明日は手分けして買い出しだね。俺らはキャンプ用品担当でいいんだよな。つうわけで明日は渋谷ぶち交前に集合な。じゃあな、忘れんなよ。店の手伝いも忘れるなよ。さてと。なあな。ん？なあ。おお。このベッドの感触、懐かしいぜ。みんな元気そうでよかったな。ご主人も相変わらずだったし。やっぱりいいよな、ここは。キャンプはあさってからか。楽しい夏休みになりそうだぜ。にゃふふ、我が輩もだ。それじゃあ、もう寝ようぜ。おやすみ。お久しぶりですね。ようこそベルベットルームへ。この再会を喜ぶべきか悲しむべきか、とにかく今は務めを果たしましょう。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を結んだ者のみが訪れる部屋。あなたをここにお呼びしたのは他でもありません。あなたと、あなたが奪い返したはずの未来に危機が迫っていることを知らせるため。立ち現れた忌まわしきこの牢獄、そしてその罪人の姿が告げています。あなたが再び運命の囚われとなったことを。何者かが策動し、あなたを厄災に満ちた運命へと誘おうとしている。その邪悪な意志を前に、あなたの内なる声が叫んでいます。抗えと。我が名はラベンツァ。力を司る者として、あなたの行く末を見届けなければなりません。申し上げた通り、このままではあなたを待つのは破滅のみ。その運命に抗い、再び歪みゆく世界に立ち向かう覚悟はありますか？それでこそ私の知るトリックスターです。この先にはあの時と同じ、いえ、それ以上の苦難が待ち受けていることでしょう。ですが、私はいつもあなたのそばにいます。それを忘れないで。時間のようですね。いずれまたお会いしましょう。今はどうか良い夢を。おはよう。
じゃあ早速行くか。つかマジ今年の夏暑すぎ、早く店の中入って涼もうぜ。我が輩たちはバーベキューセット担当だったな。道案内は任せたぞ龍二。って俺もどこかはとアプリに聞きゃわかんだよな。エマ。はい、お呼びですか。あれだ、あれ昨日行ってた店に案内してくれ。目的地。よし、さっさと帰。アリス。なんだ。イベント。あ？お前。やべえ。なんか今変なって、お前その格好。お前もだ、見てみろよ。わマジか。どうやらここは異世界ってことになるな。おいおい冗談だろ。あいつらさっき705にいたやつらか。ねえみんな、私のこと好き？それなら、みんなの願い、私にちょうだい！どうなってんだよ！考えてる暇はないようだぜ。突破するぞジョーカー、スカル。やりゃいいんだろう。誰に言ってんだ。振り込み隊長なめんなよ。その息だスカル、我が輩たちもやるぞ。当てごとぶっ飛ばしてやるぜ。撃ち抜く、いただいていく。
ょうか。お前の力見せてやれ。来い、行くぞ、食らえ。いいぞジョーカー、これも一気に行くぞ。まとめて肩をつけてやる。うっそー、チャンス、チャンスだ。つーか、この服になるだけじゃなくて普通にペルソナも使えんのな。シャドウはうじゃうじゃ嫌がるし、なんなんだよここ。行くぞ。この感覚、ペルソナー、今だ。まさか、来い、ペルソナ、せっちゃっ、増援か。このままだと消耗が激しいな。環境を利用し、やるじゃねえかジョーカー。敵がいるんだぞ。レースが回る。スカル、シャキッとしろ。撃ち抜く、貫け、貫け、フン、やっ、チェッ、せや、はっ、おう、フン、はっ、チェッ、これじゃキリがない。逃げるぞ二人とも、一気に突っ走れ。つうかマジで何なんだよここ。パレスって、あれはもうできモニターに、うくさ、それなに、この子たち。は、賊を捕まえたのですが。願いが奪えない、何それ。お
ダメじゃない、ジョーカー。ギャーギャーうるさ。ああ、つまんない。思い通りにならないおもちゃに興味はない。バイバイ。おい。ああ、なんとかな。ちくしょう。なら、さっさで。地下まで落とさ。とにかく出口がないか。ゴミだらけじゃねえか。こんなとこ落としやがって。今はとりあえず進んでみるしかないな。この先も。